そういえばさ、なんだっけ、初めてコピーした曲ってあったじゃん。俺さ、言ったっけ、ブラックサバスなんだよね。ブラックサバス4の曲の、あれって結構リフが、なんていうかね、印象的で、そのリフを一生懸命弾くっていうのが俺初めて。どう、うん、それはクラプトンでも、クロスビーでも、ビートルズでも何でもなかった。ブラックサバスだった。そっか、コピーをしない甲府のところに行ってたから。甲府のところ行ってるけど、なんかブラックサバスだけはなんかね、気持ちがね、あれ弾きたくて。だってもう結構大きくなってからっていう感じですよね。でもやっぱりなんかそこにあの、ほら、ブリティッシュっていうかあの、なんか、クロマジュス的な、ちょっとなんか変な音入るじゃない。うん、サバスだね。サバスは。でもまあ、ベースはブルースなんだけど、その変形っていうかさ。やっぱほら、指が。ああ、そう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 。ないから、あの、先っぽが、そこで。ブラックサバスって、下げてんの？下げてる。と言われてたけどね。だから、ビロンビロンで弾いてるって言うんですか？ゆるいっていう、弦がね、ゆるいっていうのは聞いたことない。まず、なんだっけ、ライトゲージの弦っていうのは、うん、あの人が、まあ、発明してるんだけど、あの人が、あ、そうだ。その、工場で指を切っちゃって、指の先がなくなっちゃったんで、それで、その、最初はその時代にライトゲージなんかないから、バンジョーじゃなくて、バンジョー、バンジョーの弦を、細いのを張ってって、それでメーカーに頼んでも、そんなライトゲージなんて使う人なんているわけないじゃないって言われたんだけども、一箇所だけそれをじゃあやりましょうって言ってくれて、それがこう市販されるようになったんですね。なんかさ、昔のエレキギターってさ、三弦巻き弦だっていう。そう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 。それがプレーネーだったでしょ。なんかグループサウンズの時代なんてのはまだもうあれだったんじゃない？そう。巻き弦だったんじゃない？60年代ですか。初めてコピーしたの。コピーしたの？なんだっけ？あ、それはあれだよ。フォークソングはなしだよ。え、なしなんだ。言えないしようと思った。そういうんじゃね、初めて弾いた曲はさ。初めて弾けた曲は俺は花嫁。花嫁。花嫁は。あれ初めて弾けた。俺はね、あれでしょ？君の髪が。おー肩まで伸びたら吉田拓郎の結婚式。俺が3曲聴くと溶けちゃうやつね。あ、知らない？吉田拓郎3曲続けて聴くと溶けちゃうのかな。なんで？何これ？違う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 、あの、あんまり相性が、ね、ああ、なるほどね。すいません、拓郎ファンの人にはいっぱいいらっしゃいますけど、俺はただ単にあのとりあえず何かコピーしようと思って、うん、あのエレキはね、パープルのスモークオンザウォーター。ああ、やっぱりね、あれはね。なのに弾いてたのはレスポールという。ああ。でも、うん、あ、どうぞ。あ、じゃあ先に喋っちゃうと、結構学園祭であのパープルやってるバンドはレスポール使ってたよ。本当。だから結構それに歪んでんじゃん。ちょい。あの歪んでる音が、あの、今ちゃんと聞くと、そのスバットの気持ちいい歪みなんだけど、その学園祭でやってる連中は日本の安いアンプで、で、なんかレスポールモデルだから、その音が嫌いでさ、それが原因でね、ちょっとディープパープル嫌いでした。まあ、はい、どうぞ。ディープパープルってさ、あの人たちって、クリントーンだって言ってなかった？クリントーンだね。だから後から聞くと、あ、ごめん。だから正確に言うと、あの、後でちゃんと聞くとクリントーンなんだけど、学園祭はみんなが弾いてる。そういうアーティストって結構いなくない？ジミー・ペイジも言ってみればそんな感じのような俺には聞こえるんだけど。そんなに沈んでないかもしれないね。なんか日本の70年代の初めの頃って、私のイメージだと、そのグレコから出たレスポールっていうのが爆発的に人気があって、その、あんまりみんなその、どのギターを使うとどういう音が出るとかって、中学高校とかよく分かってなくて、とりあえず、自分が買える、まあ、値段だったか分かんないけど、とにかくグレコのレスポールっていうのがものすごい流行ったっていうイメージ。で、グレコのレスポールまたはグレコの SG で、SG のちょっと安い。確かね、3万6000円と3万3000円だった。そんな安かった。
で僕は、あ、で、実際買った2枚くらいだったかな、SG。ミュージックライブの裏表紙必ず、そう。ブレコンのレスポールの広告で。ナルモシゲルのカセット。あ、ついてた。ナルモシゲルのカセット。カラピックね。で、しかも、ゼッペリン人気あったから、ジミー・ペイジと同じギターみたいな感じで。パンフレットに。そうそうそう。あの、2度目の来日のプログラムに、今夜レス、ジミー・ペイジは君たちの前でこのギターを弾くって、これこのレスポールの広告に書いてある。ジミー・ペイジ is my brother。それをジミー・ペイジがふと見て、なんて書いてあるのって言って、怒り狂って全部マジックで消させたんです。でも、漏れがあって、私のパンフレットは書いてあるんです。素晴らしい。いやー。プレミア。あれ消してないんだって言われた。すげえ。すっごい、その、怒った現場を見た人がいたけど、結構。そりゃそうだよ、ひどいよね。見て、なんか聞いて、なんかそのパンフレットを叩きつけて、テーブルに。楽しい。怒った現場を見た人がいるけど、その、何それ。私の知ってる人がその頃、ゼッペリニアにホテルに行ってたら、なんかお茶を飲んでたんじゃないかな、ジミーページ。で、近くで見てたら、なんか、喋ってたらいきなりジミーページのパンフレットを、叩きつけて、え、すごいっていう本当に偶然中の偶然みたいなね、なんだなんだなんだってことになって聞いたら、そのグレコの広告に今夜ジミーページのネタを弾くよって書いてあったから、ダメね今で言うね、隣国の大きな国みたいな、今とかってたけどダメね、そういうことしよう。昔はでももうなんか相当適当ですよね、その辺は。なんだっけな、クラプトンのね、ツアーの時にも、まあ似たようなことがあって、うん、あれはなんだっけな、パンフレットじゃなくて、あの、椅子の上によく置いてあるじゃん。うん、あれの中に、こう開くと、クラプトンのなんか告知みたいなのが、まあ、その当時、その、うん、その時にあったコンサートのことが書いてあったと思うんで、マジックでビーってしたと。それがなんだったの、97年ツアーだったんですよ。97年というのはジョーサンプル。そう。だったと思うんだけど、その時のツアーを銘打ったその名前がマジックでございます。要するに、俺たちはこういうツアーをやってるわけじゃないっていうのに多分クレームが入ったんじゃないかなと思うんだけど。それが例えば、ピルグリムツアーとかね。うん、まだじゃねえか。うん、あるいはチェンジ・ザ・ワールド・ツアーとかさ、違うよみたいな、なんかそんな類のやつだったと思うんだよね。チェンジ・ザ・ワールド出た後か。チェンジ・ザ・ワールドは97だ。ああ、そうかそうか。やっぱりチェンジ・ザ・ワールドの名前使いたいもんね、多分。ブルガーとしては、ね、多分ね、チェンジ・ザ・ワールドっていう名前が銘打たれているなんか あのタイトルだった。それをなんかこうやって透かしてみたら、ああ、そう、なんか書いてある。そういえばさ、ゼッペリンの話に戻るけど、関係者といえば、あの、何回目かの、1回目か2回目のコンサートもわかんないけど、リハーサルで日本人がギターを弾いた。うんうんうん。レコード会社のアルバイトをしてた人が、うん、リハーサルをやるときに、ジミー・ペイジがちょっと遅刻をしてて、で、誰かギター弾ける人がいないかって聞かれて、で、なんか別の人が最初弾いたんだけど、ちょっとダメで、で、その人が、はいはい、手を挙げて、武道館のステージの上で、ジミー・ペイジの機材を使って、ロバート・プラントとジョン・ポール・ジョンとジョン・ポールと一緒に、2、3曲弾いたらしい。すごいよね。すごい話だね。すごい話ですよ。それがアルバイトだった。レコード会社の。ジミー・ペイジのレスポールって言ったら、まあ、昔はまだ中古の類だったかもしれないけど、バーストでしょ。ねえ。機材だけ置いてあったから本人が来てないんで、じゃあとりあえず始めようよってことで、誰かギター弾いてって言われて弾いたんです。すげえ。すごいすごい話ですよ。でもその人はアルバイトで、なんか、うん、誰かに頼まれて、そのジミー・ペイジの部屋に何かを届けなきゃいけない、でホテルに行ったらしいんですよ、夜。で、ピンポンって部屋を鳴らしたら、
中からあのマネージャーのピーター・グラントっていう、すごいいかついいかつい、めちゃくちゃいかつい他の人が出てきて、なんだで、その時に開けた時に中が見えたら暗でろうそくを炊いてたらしいんですよ。でも中には入らなくて、僕はなんかお使いでこれを持ってきたってしたけど、なんか開けたらろうそくでなんかやってたらしいですよ。なんか宗教がかかってる話あったの、黒魔術、黒魔術、黒魔術、なんかあのそのイギリスの有名なあの黒魔術師に一時すごい夢中になってて、その本を買い漁ったり、その人が住んでたネス湖のほとりの家を買い取ってそこに住んだり。フォーのあのマークってそれ、あ、それはね、あ、じゃあそれさ、そこからではないかも。あ、違うんだ。あのマークって意味がある？一応なんかそういうルーン文字とかっていう、その文字が、昔の文字が書いてある本の中からみんな選んだりとか。でもジミー・ペイジはなんかちゃっかり最初に自分のを考えていて、ジョン・ポール・ジョーンズにこの中からみんな選ぶんだよとか言って、なんかジョン・ポール・ジョーンズは騙されたみたいな、あいつらしいよなとか、ちゃっかり自分は考えていてさみたいな、ちょっとジミー・ペイジだけかっこいい、かっこいいマークだから。あのシンボルってその後も使われてるの？ジミー・ペイジのアンプにはあれが描かれてる、ドラムにも、ドラムにも、ボンザのドラムにもみんな使ってたんだけど、もうあのジミー・ペイジは本当あれはアンプにマークがスプレーされて、そっか、ゼッペリンね、リビングラビングウェア。やりました。糸井五郎が MC したのは何回目？いや、それは1回目も2回目もっていう話だけど、全く覚えてない。あ、そう、全く覚えてない。で、最初の頃の日本の来日アーティストはみんな糸井五郎が MC をやったって、全く記憶にない。あの、記録が残ってるよ、俺聞いたことある。そう、だからもちろんやって記録にも残ってるんだけど、行った人で覚えてる人もいるけど、結構覚えてない人が多いんで、もうその糸井五郎が出てきた頃っていうのはもういよいよ始まる、うん、もうみんな頭が興奮状態だから、ね、前座だったの？ない、はい、クラプトンなんか前座って人あるよね、うん、あります、あります。メンターピン、あれどこだっけ？1回目が夕焼け、なんだっけ、久保田誠と夕焼けだ、あとハリマオ、ハリマオなんかギター回すやつ、うん、S 字をくるくる回すやつ。1回目がハリエモンじゃない？1回目ハリエモン、ハリエモン、夕焼け枠だけど、メンタルピーやってないか。で、割とあの頃、私、エアロスミスの前座がバウバウだった、またデビューして、その